こんにちは。続いて保健センターから熱中症の予防と肝炎ウイルス検診についてお知らせします。熱中症は高い気温の下で体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温の調節ができなくなり発症します。熱中症の症状にはめまい、立ちくらみ、手足のしびれ、筋肉のこむら返り、体がだるい、気分が悪い、頭痛、吐き気、嘔吐、いつもと様子が違うなどがあります。また重症になると返事がおかしい、意識がない、痙攣、体が熱くなるなどの症状が出てきます。熱中症の予防には水分補給と暑さを避けることが大切です。喉の渇きを感じなくても水分を補給しましょう。通常の水分補給はお茶などをこまめに補給し、大量に汗をかいた時には塩分も忘れずに補給しましょう。室内では扇風機やエアコンで温度を調節し、遮光カーテン、すだれ、打ち水を利用して室温をこまめに確認しましょう。外出時には日傘や帽子を着用し、日陰の利用や休息を取るなどしましょう。また気温が高い日は日中の外出をできるだけ控えましょう。体の熱がこもらないために通気性の良い乾きやすい衣服を着用しましょう。保冷剤、氷、冷たいタオルなどで体を冷やすと効果的です。特に体温調整が十分でない高齢者や子どもは体温を確認しましょう。もし熱中症が疑われる人を見かけたら、まずエアコンが効いている室内や日陰など涼しい場所へ移動させましょう。次に衣服を緩め体を冷やしましょう。水分が飲めるようなら少しずつ飲んで様子を見ましょう。自力で水が飲めない、意識がない場合はすぐに救急車を呼びましょう。次に肝炎ウイルス検診についてお知らせします。B 型肝炎ウイルス、C 型肝炎ウイルスは血液や体液を介して感染しますが、感染してもあまり症状が現れず、感染に気づかないことがほとんどです。感染したまま治療せずに放置していると、肝硬変や肝がんに進行する恐れがあるので、早期発見や早期治療がとても大切です。今までに一度も検査を受けておられない方は、ぜひ肝炎ウイルス検診を受けましょう。対象者は40歳以上の方で、過去に肝炎ウイルス検診を受けたことがない方です。ただし、定期的に肝機能検査を受けている方や、肝臓疾患治療中の方を除きます。検診内容は、問診と血液検査です。検診実施期間は、10月31日火曜までで、検診料金は無料です。検診場所は射水市指定医療機関になります。検診を希望される方は受診票を発行しますので、保健センターにお問い合わせください。検診をしっかり受けて熱中症を予防し、元気に夏を過ごしましょう。保健センターからのお知らせでした。